スティーブン・ブラッドリー・エドルフ戦は、アメリカ合衆国、ミネソタ州ブルーミントン出身の元プロ野球選手。宇藤良だ。2004年の MLB ドラフトで、ボストン・レッドソックスから41巡目指名されるも、契約せず、ネブラスカ大学林間校に進学する。2007年の MLB ドラフトで、サンフランシスコジャイアンツに16巡目指名され入団。この年は、 A-9 セーレムカイザーボルケーノズで18試合に登板した。2008年は a 級 q サンノゼジャイアンツで40試合に登板した。2009年は開幕を a 級サンノゼジャイアンツで迎える。その後 a a 級コネチカットディフェンダーズに昇格した。その後トリプル a 級フレズのグリーズリーズにも昇格した。この年はマイナーで k 級セーブを記録した。 2010年は、トリプル A 級フレーズノで49試合に登板した。2011年8月21日にメジャーに昇格した。同日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビューを果たした。この年は、メジャーで13試合に登板した。2012年は、メジャーとマイナーを行き来し、メジャーでは14試合に登板した。2013年は、 トリプル A 級フレーズので47試合に登板した。オフに FA となった。2014年2月27日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。マイナーで6試合に登板するも成績不振だった。4月21日に現役引退を表明した。ジャイアンツラインナップフォーサンデー、プラスウィルソン・オン・ザ・ディー・エル・ハット・ドジャース、サイン・ツー・フロム・オープントライウト。 ありがとうございます。